今泉潤です。ひろようじです。藤崎桃子です。それでは昨日の続きをどうぞ。カジキマグロさんからですね、うん、クジラでカジキマグロか。なるほどね。今年から大学生になったのですが、オンライン授業で一度も大学に行っていません。こういう状況だと友達も彼女も正直作りようがないと思っています。しかし、社会として問題になってくる中で、人の出会いを増やすためにプロデューサーである今泉さんはどうすればよいか、今泉さんからの秘策を待っておりますと。これは僕は人と会う必要があるのか。おう、こういう時期こそもう孤独を楽しめと。おお。僕だからね、土日にあんまり人に会わないようにしてるんですよ最近。あ、そうなんですか。なんか人間強度が下がるなと思って。人間強度、うん、なんかこう、まあ、平日って会うじゃないですか、はい、仕事とかでも人と人と会うし、人となんかやる仕事が多いから、うん、なんか人といることが多くて、それって別に何も寂しさも感じないし、なんか楽しいじゃないですか。酒も一人じゃ飲まないし、はい、みんなだったら飲むけどみたいなっていうようなことが多いと思うし、うん、なった時にやっぱ一人の時間って意図的に作らないとなかなかできないんですよね。で特に僕らの仕事って一人の時しか作れないから、一人の時間をしっかり意図的に取るっていうことが大事なんじゃないかっていう。じゃないとね、一人だと寂しくなっちゃうんですよ。そうすると人間が弱、なんか弱くなった感じがするんですよ。一人でも生きていけなくなっちゃうから。なるほど、それ埋め人間強度が落ちるみたいな感じ。なるほど。あららぎくんすもあららぎ。私も思いました。人間強度が落ちるから。それはね、こうでも人間全部がじゃなくてもいいと思うけども、少なくともクリエイターになるんだったら孤独への耐性っつって。なるほど。どれが耐えられるかって、うん、それが必要になってくる。うん、本当に孤独に耐えられない子はやっぱりクリエイターに向いてない。必ず一人にならなきゃいけないし、その時間がきちんとこう自分で耐えられないと、そこでパニックったりとか、それを長くやってるとダメだとかっていうんだったらクリエイターに向いてないと思うな。それからやっぱりその会えない時間が長いっていうのはいいことでもあって、1ヶ月その会えなくてあのキスした方がすごく燃えるし、毎日毎日キスしてるよりもいいじゃない。確かに。だから少しその距離を置いて、会えない時間がお互いにね、愛を育むとね、そう育む時間があった方が俺はいいと思うけどね。ただ今話してて思ったんですけど、うんうん、友達も彼女も正直作りようがないっていう、その前の話なんですよ。そうだね、これはねこれはその前だよね。別に別に多分カジキマグロさんクリエイターじゃないんですよ。あ、そうだね、大学生って普通の大学生です、ね、まあ